東西南北においてどの部屋がどういうふうに適しているのか、建築家の今まで培ってきた知識と経験を生かして理想のものに近づける。この度もご覧になっていただきましてありがとうございます。私、株式会社高木修業建築設計事務所の高木でございます。今回もよろしくお願いいたします。皆さんは家にいる時間というのをどのぐらいでしょうかね。特に家事をやられている方、専業の主婦の方っていうとほとんど家にいられる時間が長いんじゃないかなというふうに思います。また働きに行かれている方についても、例えば8時間会社勤め、まあその往復か何時間か分かりませんけれども、ただそうは言っても家にいる時間がその日のうちの3分の1ぐらいは占めるんじゃないかなというふうに思います。また昨今このような状況になりましたので、在宅テレワーク等々で家にいられる時間というのがまた長くなってきてるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ実際これだけ家にいる時間が長くなりまして、じゃあ快適に過ごされてるか、その快適になってるのかというところをお話ししたいなというふうに思います。まあ私仕事柄いろんな家を見ることがあります。また建物を見ることもあるんですけれども、中にはどうもこの陰気っぽいなとか、住みにくそうだなとか、そういったものがあります。なんとなく運気が良くないなっていうような感じの家があるんですけども、その一方すごい開放的であって、広い空間で気持ちいい空間っていうのも数多くございます。じゃあその違いっていうのはどういうものなのかっていうことをお話しできればなというふうに思います。家の基本的な考え方というものについてお話ししていきたいなというふうに思います。東西南北、北、東、南、西の特徴についてまずお話ししたいなというふうに思います。まず北側というのは終日太陽が入らないというのがあります。で、冬の日は北風が受けて寒いというのもありまして、で、光線の状況は平日安定してますよと。要するに太陽が入らない分、その分光は一日通して安定しているというのが北側になります。で、続きまして東側です。東側の特徴としてはやはり朝の太陽が室内に深く入るというのがあります。冬の朝は極めて暖かいですけれども、午後からは日が当たらないというのが東側の特徴になります。じゃあ南側です。南側は夏の太陽は高く室内まで深く差さないが、冬は暖かくなります。もちろん南側というのは太陽が当たりますので、夏は暑いですけれども、冬は暖かいというのが大きい特徴かなというところになります。じゃあ西側になります。西は午後の日差しは深く差し、夏は特に暑いというのが特徴として挙げられます。じゃあ実際東西南北においてどの部屋がどういうふうに適しているのかというのを説明したいと思います。まず北側になります。まあ、北側は書斎、アトリエ、書座、便所等々、終日太陽は当たりませんので、そういった室が適しているというふうに言われております。次に北東です。北東はまあ便所、家族内の便所が適しているんじゃないかなというふうにあります。で、東側です。東側は朝日が当たりますということでございますので、寝室がよろしいかなと。それか食堂室、あと台所といった形がよろしいんじゃないかなと思います。次に南東になります。南東につきましては日当たりがいいという条件もありますので、居間、寝室、食事室等が挙げられます。続きまして南側なんですけれども、南側はやはり居間、食事室、あと子供室、ベランダ、等が挙げられます。続きまして南西ですけれども、南西につきました座敷とか娯楽室というものがよろしいかなと思います。で、西です。西につきましては乾燥室、脱衣室、更衣室等が挙げられます。それで北西につきましては書庫、機械室等が挙げられます。以上が方位のことなんですけれども、お施主様によってはいろんな間取りを希望されるかと思います。ただ実際にその敷地に合った間取りっていうのはまたちょっと違ってくるかなと思います。例えば北側に眺望が素晴らしいところであるのであれば、北側に居間を持ってくるというのもありますでしょうし、例えばあまり日当たりのいいところではないところに関しては、やはり南側に必ずしも居間を持ってくるというわけでもないかなというふうに思います。ですので敷地の状況によって考え方というのはいろんな方法があるのではないかなと思います。やはりそこには建築家の意見、今まで使ってきた知識と経験を生かしていろんな間取りを検討され、理想のものに近づけるのがよろしいのではないかなというふうに思います。ご覧いただきましてありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。